い、はい、今日は、私たちが着てるトップスとボトムスをご紹介させていただくんですけれども、まず上の方からご紹介させていただきます。上今同じもの色違いで2人で着てるんですけれども、こちらの商品がセブンデイズさんの商品、ラグズチェンジですね。ラグズチェンジさんの商品で、ニット不白変形トップスという商品になっております。ちょっと今私中に1枚タートル入れてるので、山内さんのこのクルーネックの感じが商品の感じになります。わかります。異素材だから。山内さんの方が多分配色が入ってるから、異素材の感じがわかるかなと思うんですけれども、上の部分と、あと肩からお袖にかけてが、ニットのお素材になってて、で、お袖の下からずっとこのフリルの部分が、不白のシャツ地っぽい感じの生地感になっております。で、ちょっと手広げてもらうとわかるんですけど、こここういう感じで、ゆるっと広めのお袖になってて、で、前と後ろ、後ろはちょっと短めです。で、マッチの163センチの身長で、ヒップにちょうど、まあ、隠れるかなぐらいの長さになってるんですけれども、サイドがこんな感じでちょっと A ラインっぽく、横が長くなってる形になる変形のトップスになります。はい。最近ご紹介したセブンデイズさんのトップスだと、やっぱり着丈が長いもの。そうですか。まあ、これですね。V のやつ。切り替えのタイプ、前がちょっと短めで後ろががっつり長いものだったりとか、あとはこれ後ろが不白の切り替えになってるんですけれども、ニットの切り替えの部分ですね、とかあとはケーブル編みのこのニットだったりとかで、結構着丈がしっかりあるものが多かったんですけれども、今回のトップスは、前は短めです、すっきり。ただでもパンツで合わせてもらってもスカートで合わせてもらっても大丈夫なんですけど、ちょっとスッキリで、まあ、お尻かかるかなぐらいの長さで、サイドが長くなってます。なので、今日は私たち二人、こちらもこの前ご紹介したコーデュロイのパンツですね。トロワさんのコーデュロイパンツで合わせてるんですけれども、こういうちょっと広めのものだったり、あとはまあ、デニム。うん。ありますね。あとは、ワイドパンツチェック柄だったりとか、ワイドパンツ今結構店頭揃ってるので、ワイドパンツで、こんな感じで持ってきてもらったり、あとはスカートとかだったら、まあ、スッキリめのものだと合う。あれ合う？矢沢。マルシャルデューさんのギャザーロングスカートですね。これぐらいのちょっとスッキリめのものとかだったら合わせていただける形になっております。で、生地感なんですけど、上のニットが、今までセブンデイズさんでご紹介してるこういうちょっとサラッとしたニット生地とまた違って、そう、お袖がレーヨン 65% とナイロンが 35% になってるんですけど、ちょっともちもちしてる、ね、そう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 、あの全然あのウールとか入ってないのでチクチク感はないです。で、お袖の部分はニットと不白の切り替えになってるので、皆さんわかる、上ここだけリブが入ってる感じです。でもここもまあ伸びますよ、そう、全体的に、ニットの伸び感がすごいので、着てて肩周りだったりとかすごくゆったりしてますし、窮屈さっていうのは全然ないです。全くないですね。最近ポンチョ多くないですか？ポンチョっぽい形。ポンチョ多い、ね。コートも多いし、お洋服もポンチョタイプ結構多いので、すごいトレンドっぽい感じのトップスになります。なんか形あれに似てません？モチーニット。まあ、確かに確かに、もちりにそんな感じの二人で同じ、まあ、変形のね、もちり変形ニットかなに似てる感じで、ちょっとまあサイドが長いので、お尻隠したいって方ももちろんすっぽり隠れるんですけど、サイドが隠れるのですごくスッキリ見えする形になっております。小柄な方でも多分サイドだから着られてるって感覚が多分ない感じだと思います。よくこれを見に来てくださったお客様が、長くてちょっと着丈がすごい後ろが長いので、そうそう、ちょっと着られてる感じがするなって
って言って悩まれる方多かったんですけれども、こちらのタイプに関しては前と後ろはすっきりしてるので、小柄の方も全然着ていただけます。ちょっと私たちは身長高い組なのでなんですけど、全然着ていただけるかなと思います。なかなか攻めたデザインですね。そうなんです。セブンデイさんはねすごくちょっとこういう個性的なデザインが多いので、で今日はもう私外寒いので中タートル入れて着てるんですけど、これ重ねれる余裕は全然あります。全然ありますね。なので最近だとこの前ご紹介してたこのバウンドウールのタートルのニット、はい、これ今白なんですけど、もちろんこういうカラーものあいいとオレンジちょっとオレンジ今店頭完売してるんです。そうオレンジだったりとか、まあ、ブラウン重ねたりとかっていう感じで入れていただいてもいいかなと思います。全然このぐらいのニットを重ねれる余裕はなんかたっぷりあるので、重ね着で着ていただければ、寒くなってもまだまだ寒くなっても大丈夫かなと思います。1枚で様になるニットですね。そうなんです。だから中に入れるとすごく、さっきアウターいろいろ合わせてたんですけど、中に入れるとすごくシンプルなんですけれども、普通に1枚で着てても可愛い形になりますね。そうです。そうなんです。で今日はモンドみたいじゃないですか。お素材がそのさっき言った通りでレイヨンとナイロン入ってるので、中薄手にしてもらったら本当春先とかまでいろいろ合わせて着ていただけるトップスになります。今からやっぱりニットを買うってなると厚地のものもいろいろ出てくるんですけど、薄手のものだったりしても中にこうやって重ねたりで調整していただいたりだとかしていただければ春先まで使っていただけるので、かなりロングで着ていただけるんじゃないでしょうか。お店に来られた方もこれを見るとこれアウター着るとき大変じゃないって結構言われる。そう、ここ引っかかりね、皆さん気にされるんですけど、実際私たちは、はい、どうぞ。一回着すぎて忘れちゃいました、ね、さっき何でも合うねって言って話せたんですよ。一応カラーが私が着てるのがこっちがチャコールグレーです。下が黒の、不白の切り替えになってて上がチャコールグレー。黒じゃないんですよね。そう、真っ黒じゃないんですよ。だからこう入れてると分かるんですけど黒じゃなくて、で山内さん着てるのがブラウンで下がブラックの不白の切り替えになってるタイプですね。で一応これお家で手洗いが大丈夫なのでお手入れ簡単でございます。私ちょっとブラウンで統一させてみました。コーデです。でこのアウターはまた今度、ご紹介させていただくので、ちょっと見るだけ皆さんちょっと気にだけなってください。これ一応身幅はまあまあこれは身幅あるものなんですけど、それにしてもこれなんかくしゃってはなってますけど若干上がるぐらい、ちょっと上がるね、確かに ちょっと上がるぐらいで、別に全然そんな気になるわけでもなく、ゴワゴワしてなんか鬱陶しいなっていうのも全然ない。口さんはそこまでないかなって感じですね。そう、今からやっぱりこう中が手膨れしたりだとか引っかかり気になると思うんですけど、これそこまで生地感の下がその不白の切り替えになってるので、重ねてアウター羽織ってもらってもそんなに窮屈さっていうのはないかなって思います。ちょっと寒くなったら中にタートルでもいいし、かわいいですね。知ってますか皆さん、マフラーじゃなくてなんだっけみたいな顔してるスヌードっていうものなんですけど助け求めるかもしれないね。じゃじゃーん、秋、まあ冬ですけど、まあそこはちょっと置いといて、秋っぽい、かわいくないですか。かわいい、シンプル。でもこれ脱いでもね、一枚で可愛いから、脱いでこれやって可愛いですよね。めちゃくちゃ可愛い。これってもうこれだけなの？ブルーみたいなのあった気がする。ブルーね、入ってきてたんですけど、ここまでも販売しちゃいました。一応これ、はい、オンラインにはなってないので、店頭にいろいろ今タイカーが入ってるので、皆さん行ってみてください。はい、次行こうと。ちょっと私はステラシフォンさんの、この前山内さんが可愛いワンピースに合わせて水色を羽織ってたウールコートですねのネイビーの方を重ねてます。ちょっとブルー系のコーデになるんですけれども、これまあここ余裕はたっぷりあるんですけど、重ねていただいてちょっときれいめに合わせることもできます。
下がこのコーデュロイの感じなんで、ちょっとカジュアルっぽくなるかなって時には上の羽織だったりとかニットとかを重ねてもらうといいかなと思います。こんな感じで可愛いですよね。可愛いんです。あ、スヌード以前流行ってましたね。流行ってますね。そう、また今年もちょっとトアミーの方も入ってきてるので、まあストールだったりとかいろいろ入ってるんですけど、スヌードも入ってきてるのでよかったら見にいらしてください。ブルー可愛かったって。ブルー可愛かったです。そうなんです。ありがとうございます。こんな感じでアウターの中にも入れれるので、あとはそう、この前熊本店でねインスタライブやってたミヒューさんの、めちゃくちゃ軽いですよ。そう、本当に本当に着てないみたい、うん、あの各店在庫が少なくなってるので、気になられてる方は早めに見に行っていただきたいんですけども、ショットで合わせてもらってサイドがちょこっと出る感じ、このちょろっと出る感じが全然可愛いと思います。なんかアウターのギャップがあって、これ脱いだ時、さっきのつぶさんのコートもそうだったけど、脱いだ時にえ、こういうデザインなんだみたいなギャップがあるからめっちゃ可愛いなと思いました。なんかこう中に入れてここの切り替えがちらっと見えてるのも可愛いんですよね。ショートだけと思いきや首周りはすごいシンプルなので、インナーとして使っていただくのにすごくいいと思います。そうね、ほんとこれ店頭ですごく人気なんですよ。で、あのやっぱりオンラインとかだとあの素材感伝わりにくいかもしれないんですけど、皆さんが思ってあるコーデュロイパンツの3倍ぐらい伸びると思っていただければ。私もなんかコーデュロイパンツちょっとカジュアルになりそうで苦手だなっていう感じあったんですけど、このタイプは本当にストレッチが効いてるんですよ。で、この前松原さん企画で店頭で発売していたワイドパンツですね、モカとか着丈の色があったトロワさんのパンツよりも着丈がちょっとだけ長くなりました。なのでこのタイプ私もちょっと短かったんですけど、今回のこのタイプはあのバッチリ大丈夫です。なので買いました。買いました、はい、買いましたそう、あの身長あってパンツボトムスなかなかないっておっしゃられるてる方もぜひこのパンツはチャレンジしていただきたいです。で、まちさん今日スニーカーで合わせてるんですけど、私ちょっとブーツで合わせて綺麗めにしてます。でもどっちの合わせとかもしやすいので、上のコーデュロイの時はこういうシンプルなものだったり、どっちかっていうとちょっとサラッとした生地感のもので合わせていただくといいかなと思います。こちらカラーが、今私が履いてる私が履いてるのがブルー、ちょっと水色っぽい感じですね。パンツ、ウエストどんな感じですか？ウエストね、これ紐、あの今までのトロワさんのパンツと一緒で、あの総ゴムになってて紐がついてるので、ここでキュッと絞っていただけます。で、サイズ展開は2サイズなんですけど、私長さで1の、あ、2の方を選んでるんですけど、まあ、ちょっとやっぱ2の方はゆったり着ていただけます。着丈が2センチぐらい変わるので、長めがいいなって方は2でも、結構ここがすっきり見えるんですよね、かなり伸びてゆとりはあるんですけど、履いた時のここの綺麗見えがすごくてすっきり見えるので、ほんとこれ履いていただきたいです。シルエットも拾わないし、そう、あの前回のそのパンツ、トロワさんのパンツの時は張り感が、生地の張り感があったのでストーンって落ちる形だったんですけど、今回はやっぱ柔らかさもあるので、っていうのかな、下にかけてこうパッと広がるように見えるので、ここの見え方がすごいすっきりするんですよね。気持ちいい、フレアっぽい。あ、そう、ちょっとフレアっぽく見える。気持ちいい、うん、あの全然フレアの形とかではないんですけど、あの生地感でちょっとフレアっぽく見える感じになりますね。そう、合わせとかは全然、まあ、トレーナーパーカーだったりトレーナーとか、あとはもうさっき合わせたバウンドウールのニットとかでシンプルに持ってきていただければ、あの合わせれるので、こんな感じでスッキリ持ってきていただいて、このブルーもデニム感覚で履いていただいた。私なんかデニムすごい好きなのでこれデニム感覚で履けると思ってこれにしました。で、まあ、ベージュ もあのこちらのカラーが、今山内さんが履いてる方がモカです。薄い方がモカで、こっちがダークグレー、まあ、ブラウン系なんですけど、はい、ダークグレーっていうお色になるんですよね。で、どっちももう全然合わせやすいので、シンプルに持ってきていただければ大丈夫だと思います。ここにいただいた方でのコーディネート迷った方はぜひぜひおっしゃっていただければですね。で、ちょっとお値段だけ言っとこうかな。トップ
裾の方が、こっちが税込みで 14,080 円で、カラーが私が着てる方がチャコールグレーで、山井ちゃん着てる方が、ブラウンですね。でお家で手洗い可能になってます。で、今下履いてる方がコーデュロイジャージーセミワイドパンツになります。でお値段がこっちが 21,780 円ですね、税込みで。でカラーが山井さんが履いてる方がモーカーで、私が履いてる方がブルーで、もう一色濃い色、ブラウンっぽいのが、ダークグレーになってまして、おサイズはサイズ展開1と2 で、前回そのビシュレットパンツとかご購入いただいてるお客様を同じ感じで大丈夫かなと思うので、まあ、ぜひ履いていただきたいんですけれども、オンラインの方にも両方掲載されてますので、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。スードの値段を教えてほしい。スードのお値段、スードのお値段、こちら税込みで 14,300 円です。はい、ウール 85% アクリル 8% ナイロン 7% チクチク感全然ないですね。全くないですね。生地がすごい柔らかいんですよね。綿とか入ってるんですよ。何ですか？これ出すところで編み目っていうか編み方がちょっと違うので、こう巻くところとか出すところでちょっと変え、雰囲気がガラッと変わるようにます。こういうのあったりとか、はい、なんかね、お洋服シンプルな時にはこういう柄物を持ってくるのもいいですよね。あ、ぜひぜひ。ポジュルパンツ、バケットハットに合わせるスタイリング悩みです。ぜひ、もうぜひ。この前のあれ、ゆりさん、この前の白でしょ。かわいいです。あ、なんか来ました。かわいいです。この前お客様と目の前の帽子屋さんでみんなで帽子を選んで、すごいワイ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 して私もその後帰りにちゃんと買って帰るっていう、本当楽しいんですよ。帽子屋さんが目の前にあると、なんかこれ着てあれ合わせてっていうのがすごい、コーディネートが膨らんでくるのですごい楽しくて、だいぶ帽子一つでコーディネート変わりますよね。変わります。そう、もうなんかアンテニベレー帽かぶってるんですけど、昨日はね、ヒョウ柄の、そう、もう買ってすぐ帽子かぶってたら、あの帽子屋さんの店員さんが、みたいな、こちらこそみたいな感じだったので、ぜひぜひ、楽しかったですよね、富山さんね。そう、皆さんで帽子を買ったので、ぜひぜひ皆さん、帽子かぶってきてください。最近、お客様同士がね、仲良く、そうなんですよ、すごく。この前で、福岡のスナップ、よく撮らせていただくんですけど、もう、そこでなんかね、勝手に顔見知りみたいになっちゃってるんですよね。知ってる知ってるみたいな。名前知らないけど、顔だけわかるみたいな方もすごい多くて、でその方々がたまたま一緒になって、うん、この前記念撮影したので、またそれ福岡店のブームに上がるので、ぜひ。ぜひぜひね、福岡店皆さんすぐスナップ撮らせてくださいっていうので、しっかりコーディネート。撮ってください。ね、結構お客様でなんか恥ずかしい、バルーンのお店に来るのに、うん、全身バルーンだとちょっと恥ずかしいから一点だけちょっと外してきたみたいに言われたんですけど、全身に来てくださいって。全身に来てほしいです。もう嬉しい。来て来ていただくと私たちすごい後ろからニヤニヤしながら帰ってありがとうございますそう、ぜひぜひ来て来ていただきたいなと思います。もうそれに合わせてコーディネートもね選ぶので、ぜひぜひお待ちしておりますので、では楽しみ、ありがとうございます。またやります。それではじゃあ終わりましょうかね。はい、なんか来週というか、またすごい寒くなるみたいなので、皆さんインフルエンザも流行ってるので気をつけられてください。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。